こんにちは、石山浩司です。アンティックコイン投資を極めるのコーナーです。今日は中国恒大集団アメリカで破産法の適用申請ということで、1つ目、中国の不動産大手エバーグランデが米国で連邦破産法の適用を申請。2つ目、エバーグランデの負債総額は3000億ドル以上、世界で最も多額の負債を持つ不動産デベロッパー。3つ目、中国の不動産市場は深刻な状況、他の大手不動産会社も損失を計上する可能性が高い。4つ目、中国経済全体も挑戦に直面しており、消費者物価が2年以上ぶりに下落し、デフレの兆しということで、4つのテーマでお話をしていきます。この中国の恒大集団というのが、アメリカではエバーグランデという名前で通っています。まあ、この会社がアメリカで破産法の申請、適用の申請をしたというのが今日のニュースです。1つ目ですね、この中国の不動産大手エバーグランデがアメリカで連邦破産法の適用を申請したということで、まあ、これ額的には多額の負債で 43.5 兆円相当と。で、債権者との、まあ、取引というか、まあ、やり取りの中で、米国内で資産を保護できるのがこの連邦破産法です。で、これの15条に債権者からの強制差し押さえを回避できるのがこの連邦破産法なので、要はアメリカではない海外の国が、要は訴訟とかで差し押さえされてしまうのを防ぐために、中国側からこの破産法を適用を申請しているというのが今の状況です。2つ目、エバーグランデの負債総額は3000億ドル以上で、世界で最も多額の負債を持つ不動産デベロッパーということで、多分 43.5 兆円も借金がある会社はないと思うので、非常に大きな問題になっているというのが今の状況です。で、このエバーグランデですね、恒大集団、1996年に設立して、2009年にですね、香港で上場をしています。で、その当時時価総額で1兆円くらいまでいったということで、まあ、今の負債の 43.5 兆円に比べると時価総額はかなり控えめの数字なのが、当時の状況でした。で、これ自社株と不動産、自社で持っている不動産を担保に借金ですね、借り入れをして、どんどん土地を購入していくというやり方をとっていたと。で、当然不動産バブルはずっと中国は続いていたので、不動産価格の値上がりを見てですね、経営上のバランスシートの資産を増やしていくというやり方をずっととっていたと。で、開発の不動産の売却益とかも出たので、これによって会社の時価総額がどんどん増えていって、サッカーのリーグに参入ですね、チームを買うとかですね、保険とかヘルスケアとか、2020年には電気自動車を6型作ったりもしたような状況がありました。3つ目、中国の不動産市場は深刻な状況を、他の大手不動産会社も損失を計上する可能性が高いということで、これも日本のバブル崩壊のように、2020年の4月10日か何かに中国の当局ですね、要は国の銀行からという意味です。不動産バブルを抑制すると、財務の改善ですね、不動産業者の財務を改善するということで、負債、借金が多い会社に融資を制限するということを発表してしまったんですね。で、これによってこの恒大集団において債務不履行ですね、お金返せませんということになる可能性があるというふうに報道されてしまったところから、もうずっとつまずいていると。まあ、これ2020年の話なので、まあ実際3年経っていよいよもう終わりかというところまで来ていると。で、2020年の9月か何かが株価のピークで4ドルで、今はもうほとんどゼロみたいな感じになっているのが今の状況です。で、在庫を3分の2まで減らして、さっき言ったこの辺ですね、2020年の9月7日から1ヶ月間かけて 30% オフで不動産をなんと販売してしまったということがあります。でも、このようなことが起きたらもう即時撤退しなきゃいけないのが、まだでも3年間ですかね、続いたというのが今の状況です。で、丸の4つ目、中国経済全体も挑戦に直面しており、消費者物価が2年以上ぶりに下落し、
デフレの兆しというのが今の状況です。で、不動産不況からおそらく本格的なデフレに向かうかなと。で、日本の住宅バブル崩壊の時は銀行が不良債権が多くなったと、要は不動産会社にお金を貸している銀行がもうお金が返ってこないということになり、公的資金ですね、国から資金を入れながらなおかつゼロ金利にしながら銀行を救ったという経緯がありました。で、ここで、まあ、問題提起じゃないですけど、お金を貸して金利分でお金を儲けるのが銀行なのに、要は自分たちが破綻しそうになると国がお金を貸してくれる、担保してくれるというのが銀行の仕組みです。で、当然ダメージは国民に行くと。で、不動産業者も利益を散々貪っておきながら、今言ったように不動産業者と銀行に利益が流れる仕組みになっており、よく出るセリフはもう金額が大きすぎて潰せず国民だけが損していくという感じです。まあ、日本は失われて30年とかってよく言っていて、バブル崩壊後にみんな貧乏になっていったというのがあるので、おそらく中国でも同じことが発生するのかなというふうに私は思っています。まあ、いくら国がお金を負担したとしても国民自体が疲弊していくのが日本のバブル崩壊で得た教訓だと思うので、どんなに中国が底力があってお金があろうがですね、国民自体がダメになっていった時にそれを支えることはできないかなと。で、あと株の話ですけど、2022年の3月21日なんで、もう1年半ぐらい前に香港市場では株の取引がもうすでに停止されていたと。で、2023年の9月中旬に上場廃止にするかどうかの期限が迫っているので、まあここで今破産法の適用が申請されているのかなという感じです。で、そろそろまとめですね。この中国恒大集団、エバーグランデと呼ばれている会社がアメリカでこの破産法を適用を申請しているというのが今の状況です。で、もう借金負債が 43.5 兆円、とても返せるはずがないので、もう今日本のテレビニュースでもちらっと見たら、マンション1個買うのに金の延べ棒をつけますとかですね、もう一部屋つけるみたいなことを言っているぐらいなので、おそらくもう非常に大きな破綻を不動産業者はずっとしていくかなという感じです。まあ、立ち直るのに10年とか20年とかかかるのかなという感じです。まあ、これもジャブジャブにお金を垂れ流していて、みんなイケイケでずっとバブルが続くと思っていた、まあ、日本の話と一緒ですね。土地成金がどんどん買っていて最後飛んでしまうといういつものパターンなので、それがいよいよ中国にも出てしまったかなという感じです。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、何かご質問とかご感想いただけるとありがたいので、コメント欄にご記載いただければと思います。このチャンネルではアンティークコイン投資、お金を増やす守るということから、まあ、今日みたいに経済の話とかシェアシャロン陰謀論心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コードを概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと私が発行している LINE に登録することができます。動画1本ついてまして、動画見た人にですね、30分間 Zoom で水曜と日曜日に個別相談っていうのをやってます。アンティークコイン投資でお金を増やしたい人、まあ、特に守りたい人ですね、現物資産でお金をキープしたい人に、個別相談有効だと思うので、気になる方は申し込んでいただければと思います。ついてる動画を見た人にだけ申し込めるようになってますので、動画を見ていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。